これもしかしてあのくるくる上下 GoPro 判定があるからそれがミスってる恐れあるな。プレミアで編集しないといけないかもしれない。上下反転。キッチンキッチン。ってあんのかな。しゃもじ見てこなかったな。あれがないんですよ佐藤くんち。多分お米を測るあれが、いちごを測れるやつ。どこにあんだろう、あれ。米はかるがないんだよ。米はかる。ちょっとずれてるね。お盆か、お盆もいい。家電の方かな。これ6000円か。謎のブランド。こっちはタイガーね、ちゃんと。あれなかったら米作れないよな。お米炊けない？作れないじゃないか。炊けない。わたごはんさんちみたいにこういうのでスパイス入れたいですね。一番感じに、じゃあそれおばあちゃんのスマホで。ないなあ。あったないな。言ったらこれです。あ、これもいいな。これ超いいじゃん。バイナー不可避。こんだけかな。これとこれ。斜めで2号。斜めで1号で、すり切りで2号。
時点でお会計が300円ですね。カード1回で。カード1回でかしこまりました。メンバーズカードはよろしいですか？あ、大丈夫です。はい、じゃあどうぞ。はい、じゃあカードのお返しですね。はい、サイン不要ですのでレシートのお渡しです。はい、ありがとうございました。これいつも出口が分かんないんだよね。自分が来た方向が分かんない。いや、 GoPro すごいな、これは。これはドリ散歩もコンテンツ化になりますわな。隣にスーパーあるんで、ここでちょっとお高いけど食材買いたいと思います。駅前のスーパー、ちっちゃいスーパー、りんご100円だったけどな。超高いな。コントラストはコントラストがはっきりしてるやつ。コントラスト、これかな。あ、こっちもリンゴ安いな。結構小ぶりだな。もう一個買っとくか。リンゴ日持ちする説があるから。これかな。これだ。佐藤くんのキッチン見たところ、自炊してんのかな。あれ、自炊してんのかしてないのかよくわかんない。ただベッドにはチョコがあった。こうかな。中華じゃなくて、あった、これが欲しかった。ガリバタ、あとは鶏肉だな。胸肉、
全然鳥じゃない。そんな材料いらないね。あ、ブナシメジね。キノコ、キノコ。GoPro で日本のスーパー来ると、もしかしたらあれだね、グルドミエはニジヤに来た感覚に陥るかもしれないね。おい、ここのニジヤ広いぞ、みたいな。ニジヤ僕あれが好きなんですよ。あの、入り口が狭っこいのが。あれめっちゃ良くないですか、なんか。雰囲気。日本のスーパーって感じで。キノコがない。キノコ、キノコ。今さっき狭っこいって言ったけど、方言かな、これもしかして。これはあれかな、もう長くなっちゃったから動画別にした方がいいかもな。あのローソン受け取る方とスーパー行く方で。絶対こっちにないもんな。あ、冷食半額。餃子買うか。餃子ね、前あ冷凍餃子半額じゃんっつって冷凍餃子ここで買ったら、あのまだ佐藤くん家にガス代がないっていう失態を犯したけど。いや、キノコがないぞ。キノコ置かない店？野菜にお豆腐、こんにゃく、お好きな具材でこだわりのお鍋はいかがでしょうか。ナッツはあるけど、キノコはない。何回来てんだよ、ここ。キノコ、キノコ、キノコ。ここキノコっぽいなと思ったらもやしなんだよね。聞くは一時の味。メカブ。鍋だから移動させてる？そんなことないよ。
聞くか、お手上げだ。はい、帰って5時に夢中見ながら料理したいから。すいません、キノコってどこにありますかね。ブナシメジなんですけど。あーここ、あーよかった、ありがとうございます。すいません、あった、しまいなってた。これでまあ大体揃ったな。あとまあ肉、鶏肉とネギが余ったらあれですね、グリルで焼き鳥もいいし。まだ16分か。16分、でも鶏散歩40分ぐらいあるからな、平均30分ぐらい。お茶があってコーラ買ってきたし、こんだけでいいか。16時38分あ、持ってないです。1回で、カードを預かりました。包丁のシールを集めてますか。え、包丁のシールを集めてないです。カードを返します。はい、ああいうセットプレーになってる時に予想外の言葉言われると脳みそは止まっちゃうよね。包丁なんか、包丁なんかっつったら怒られるか。包丁集めてないよ。すごい、袋に入れてくれてる。さすが高級スーパー。ファンタ安いな。よし、今度こそあれですよ、マック詐欺じゃなくて正真正銘の料理作りますよ。ではでは。